インビザラインはどこでやっても一緒だと思っていませんか？実は治療計画が重要です。治療計画をしっかり立てないと、歯並びは良くなったけど噛めなくなった、シミュレーション通りに動かない、こんなことが起きる可能性があります。歯科医院によって結果に差が出る可能性があります。マウスピース矯正は緻密なプランニングの上に成り立っている治療法です。治療計画に沿って適切に設計されたマウスピースをはめるからこそ、スムーズに治療が進んでいきます。当院では今までの経験と実績に裏付けされた治療計画を作成するため、より理想に近づけた歯並びと噛み合わせへと近づけることが可能になります。当院の院長はさらなる技術知識獲得のため、数々の学会勉強会に参加しています。また国内外で歯科医師に向けてマウスピース型矯正の講演も行っております。ヨーロッパアライナー矯正歯科学会では3大会連続で発表歴を持っており、第3回ではベストポスター賞を受賞しています。インビザラインなら相手によって歯の動きや治療後のイメージを 3D シミュレーションで事前にご確認いただけます。またドルフィンイメージングソフトを使うことで、歯並びが変わることで変化が起きるお顔の見た目についても治療前にシミュレーションができます。シミュレーションをご覧いただきながら、もう少し出っ歯を引っ込めたい、歯を抜きたくないといった要望をお聞きし、それらを反映させて再シミュレーションをすることも可能です。当院では通常は難しいとされる症例でもマウスピース型矯正治療に対応しております。今までの経験と歯科用 CT による精密な画像診断によって、大きく歯並びが乱れている場合や歯を抜かなければならない症例にも対応してきました。高度な技術と緻密なプランニングによる、お一人お一人に適したマウスピース型矯正装置を作成し、専門性の高い治療を心がけている村上矯正歯科へ一度ご相談ください。